東京2020オリンピックパラリンピック競技大会会場選手村2020年東京オリンピックパラリンピックの選手村では2021年に開催された20年東京オリンピックパラリンピックの選手村について記載する選手村から見た景色所在地は東京都中央区晴海後という地18ヘクタールに14階から18階の 宿泊棟21棟などが建設された。居住スペースは約3800。ベッド数はオリンピック時18000台、パラリンピック時8000台となる。被差施設の建物のほか仮設の建物として大食堂、トレーニングジム、宗教施設などが設置されている。晴海五町目に地区第一種市街地、再開発事業として実施。建設費は 再開発整備費、約540億円。宿泊棟内装費、約447億円。工事期間から大会期間にかけて、春見不当公園は休園となる。選手村は2021年7月13日にオープンしたが、新型コロナウイルスの感染防止のため、直前入村が原則となり、入村式も開催されなかった。しかし、選手村に泊まっていた、 外国人選手がエコのため、段ボールで作られていたベッドを数人で乗り、破壊するという心ない出来事も起きた。また、その写真をネットに上げるなどしており、批判の声も上がっている。2021年8月11日、パラリンピックによる再開まで一旦閉尊となった。大会後は、宿泊棟を改修し、新たに50階建ての超高層2棟を建設し、 約5600個の分譲、賃貸住宅となる予定。ハルミフラッグを参照。ありがとうございます。